どうも皆さんこんにちは。今回は、ダイソーに売っていた、スイッチのソフトケースを紹介します。それではどうぞ。ケース頼む。こちらのケースのお値段は110円です。マイクロ SD の入るゲームカードケース、と書いています。スイッチ用ゲームカードが16枚、マイクロ SD が4枚入ります。開けていきます。取り出した時に思ったことが、なんか傷がついてます。プラスチックでできています。開きました。こんな感じの中身になっています。反対側もあります。それでは今からソフトを入れていきます。ソフトカモン。分け合って急いで撮影しているので今持っている一部のソフトだけ持ってきました。ソフトを取り出していきます。そういえば買ってくるときに買ったけど一回も遊んでないソフトがありました。暇があったらゲーム実況動画も出したいです。3、2、1、ドン。はい、取り出せました。それでは入れていきます。はい、入れることができました。見た目的には非常にいいです。ソフトを入れてもそんなに重くありません。しっかり開けられます。大きさ的には前紹介したマウスと同じぐらいです。使ってみた感想は、普通に使えるのでスイッチのソフトをたくさんスマートに持ち運びたいと思っている人はぜひ買ってみてください。それではまた次の動画で。